フルート奏者の大塚進です。ただいま演奏しました曲は、今回からですね、また別の組曲なんですけども、バッハのバイオリンパルティータの、新しい組曲なんですけども、第一楽章、アルマンドを演奏させていただきました。とても、吹いていてですね、まあ、もちろん結構大変なんですけれども、とてもなんていうんですかね、吹きがいのあるというか、とても難しいんですけども、とても吹いてて、同時に楽しい曲でもあるかなという気がしております。はい、それではですね、今日はこれからですね、新しいテーマなんですけども、今までずっとですね、このパンフルート奏法におきまして、それぞれのですね、技法につきまして説明しておりまして、前回はアルペジオですね、前回まではその基本的なアルペジオ、いろんなキーにおける分散和音についてですね、基本的な、3コードについて説明してきたんですけども、今日はですね、また新しいテーマで、これもとても大事なテーマっていうんでしょうかね、半音階についてですね、今日と今回と次回の2回、大体2回くらいの考えなんですけれども、今回はですね、半音階の、まあ、基本的なことにつきましてですね、説明させてもらおうかなと思っております。で、その半音階に関しましては、その 前段階とか前提としましてですね、基本的なその半音操作ですね、半音を上げたり下げたりっていうことは、一応できるということがですね、前提になりますので、その上で、今日ですね、これからいくつか、やってみたいと思うんですけれども、まずですね、ちょっと いくつかの半音階をですね、ちょっとゆっくりめ、今回ゆっくりでやってみてですね、それからざっと説明した後にですね、いくつか参考になるというか役に立ちそうなですね、まあ、結構大事なことじゃないかなと思うので、そういうことについてね、お話ししたいと思います。で、それではですね、半音階の基本的な動きについてですね、いくつかやってみたいと思いますけども、まず皆さんの楽器の場合は、Gスケールのね、ソから始まってる楽器が多いと思いますから、まずこの同じようにですね、ソからね、始めてみたいと思います。ソからの半音階でね、やってみたいと思います。まあ、ゆっくりやってますね。ですけども、これはどこからでも始められるんでね、まあ、いくつかやってみますけど、じゃあ半音を上げましてね、このそのシャープね、ここですね、ここから同じようにやってみたいと思います。よくやってみます。もう一個だけやりましょうか。じゃあ今このソのシャープですが、今度はね、半音を上げてだからやってみます。ですね、まあ、いつもの通りのいい姿勢でですね、その中心をぼらさないで、その頭を動かさない状態でですね、半音を操作をしながらですね、順番に上がっていくんですけども、で、できれば皆さんはですね、最初ゆっくりとですね、その、まあ、ソだったらソから始めて結構ですので、ソから順番にね、まあ、1オクターブでも2オクターブでも上がって降りてということでね、また半音を上げて上がって降りて、で、結局ですね、どこからでも、どこからの音でもね、始められるようにだんだんと練習してですね、頭を整理して覚えていってほしいかなと思うんです。それで今日ね、この今日のその半音操作の、すいません、半音階のですね、基本ということで第1回目としましてですね、お伝えしたかったことはですね、
そのやっていくうちにどうしても頭は混乱してしまったり、そのもつれてしまったりしがちなんですけどもね、これは誰でもそうなんですけども、まあ、少しでもねそれを整理してパターン化して覚えることによってですね、そのある程度助けになることがあるわけなんですよ。でそのパターンの認識の仕方というんでしょうかね、それをねヒントとしてちょっと今日はね、まあ、自分自身がこんな風に認識してるんだってことでね、参考のためにお話ししてみようかなと思うんですね。結局ねまずやってみることですね。まずねそこからやったり半を上げたり村からだからやったりね、いろんなところからね始めてみてですね、やってみると結局ねその半音の操作というのパターンが出てくるわけです。で結局ねどんな長い半音階であろうとね、複雑な半音階であろうと結局はね整理しますとね、よく整理するとですね隣の音との連結なわけですね。だから細かく分けていきますとね、最小単位としましてはね2つの音なんですね。2つの音の連続がずっとつながってるわけなので、そのどのように隣に移動するかってことをねちょっと注意してみるわけですよ。そしてねパターンが見えてきましてね、結局ね登ってく場合も降りていく場合もね、まあ、結局3つのパターンに集約されてしまうんですよ。だからその3つのパターンのねどれなのかをねちゃんと自分で認識しながらね、意識しながらやっていくとですね、吹いていきますと、まあ、整理しやすいというか、もつれ、少しでもね、もつれがなくなるというかね、明確に吹けるということがあるわけです。ちょっとやってみましょう。例えばね、今のソから始めた場合ね、どういうパターンがあるかというとね、3つのパターンです。まずね、ソからね、ここから、隣の管に移動しますけど、この時はね、半音操作しながら、隣に上がってるわけですね。で、これをパターン1としましょう。そうすると、これもパターン1ですね。だからパターン1が2回続いてるわけです。ところがね次はねこうなるわけですよ。今度はシからドに、これはねもともとシからドが半音ですから、素直に単純にねシからドに上がってるわけですね。つまりね半音操作なしで、隣の管に移動してるという非常にシンプルな形があるわけですね。これは時々入ってくるわけですね。これを2番としましょう。そうするとね、1番が2回やって2番があったわけですね。じゃあ次どうなるかちょっと順番に見ていきましょうかね。そうするとこうなります。これは1番でしょ。これも1番。これは2番。次はね、逆。あ、今度は違うんです。今度は。上がるわけですね。つまり最後3回ね、その一つの管のセミトーンからその元の状態に戻すという動きがあるわけですね。この後ね、こういう動きがあるわけなんで、これをね3番としましょう。そう結局ですね、上っていく場合についてはね、まあ基本的にはねこの3つなんですね。そうするとその隣に上がっていくときに半音操作しながら上がるか、それとも1番ですね、から半音操作したり単純に上がるか、これ2番で、次は一つの管のセミトーンからね元の状態に戻すという、ノーマルに戻すという状態、これは3番なんですね。と、まあ、1番か2番か3番かどれかなんでね、それをちゃんと自分でね認識しておくとね結構整理しやすいと思うんです。やってみますね。ちょっとゆっくりやりますから番号を自分で確認してくださいね。1番、1番、2番、3番、3番、またあと1オクターブありますね。1番、1番、2番、3番、3番、で最後隣行って2番ですね。それに行くわけです。まあ、このようにやるとですね、整理しやすい。じゃあ降りるときはどうなるかね。降りていくときは逆なんですけどもね、やっぱりね同じなんです。隣に単純に降りるのは2番としてね、それからその半音操作しながら降りるのが1番で、それから一つの間でね、その一つの間を半音を下げるという逆になるんですね。これが3番とするわけですよ。どうなるかというと、降りていくときは、そこから降りますけど、隣でしょ。これはだから2番ですね。次は、1番、今度は3番、2番、1番、3番、
の場合はね、まあ、これは皆さんもあのいろいろやってみてほしいんですけど、自分の場合はね、そのあのどういう上がり方かね、1番か2番か3番か、これは番号はね、番号はどうでもいいんですよ。要は自分で区別して覚えればいいわけですね。そのどれなのかってことをやっておきますとね、確認しておきますとね、まあ、ある程度そのもつれを防ぐことができてね、その明確にできるっていうことがあります。ちょっとゆっくりやってみますからね、その皆さんよかったらそのあこれはどういう動き、どういう動きね、これをちょっと区別して、見分けてほしいんですね。もう一回そこからやってみますね。ゆっくりやってみますからね。けど、じゃあ今度は半音を上げてね、ラからラのそのシャープからやってみますね。でその場合はまたね、その1番2番3番のね、その組み合わせが変わってくるわけなので、それだけその整理して分かればいいわけですね。やってみますね。これそうでしょ、これラの、あのそのシャープです。ここからいきますよ。今度は、こうなりますね。認識していけばいいです。まあ、ちょっといくつかやってみますね。今度は歯をまた歯を上げましてね、だからやってますね、やってます。順番にやればいいわけですね。まあ、ちょっとやってみましょうかね、また半音上げてね、今度はラのシャープですね。ここからいきます。
全部ね、全部そのもう1オクターブ上までですね、順番にやりましてですね、まあ、最初ゆっくりとね、ゆっくりと慎重にですね、できるだけ音程を気をつけてですね、滑らかにいくように波音操作をね、うまくやりながらやっていってほしいわけです。で、もう繰り返しになりますけど、まとめになりますけどもね、その時に波音感上がっていく時にですね、そのさっき私の場合1番2番3番という区別をつけましたけども、これは名前はね、名前はどういう名前でも結構ですから、そのどういう上がり方でね、移動してるのかっていうのをちゃんと区別してね、そして覚えていくとですね、なんていうんですかね、整理しやすいってことがありますのでね、まあ、参考にしていただければと思います。で、最後になりますけども、この波音階というのはですね、まあ、結構テンポがだんだん速くなるわけで、最初はまずゆっくりやることですね。でそれからその前の段階としまして、その基本的な波音操作ですね、波音上がったり下がってるってことに関しましては、まあ、ちゃんとできるってことが前提になりますので、この練習をね、しっかりとまず前提としてやっておいていただければと思います。でこのパンフルート奏法のシリーズにおきましてもね、もうこれからこれはもう30回目になるんでしょうかね、結構来ましたけども、もうちょっと最初の方でですね、最初の方で、波音操作について詳しく説明しておりますので、まあ、参考にしていただければと思います。で今半音階ですけどね、また次回もね、もうちょっと半音階の少し応用的なことをね、やってみたいと思いまして、またそれからいろんなね、全音階とか、今それからまたアルペジオに戻ってということですね、まあ、いろいろとやってみたいと思うんですけれども、だんだんとねやっていただければと思います。では今日はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。さようなら。